西陣織や京和鹿の皮などを使った高級国産トートバッグ。トートバッグは通常持ち手が2本あり、多用途で用いられる手持ちカバン。トートはアメリカの俗語で運ぶ、背負うを意味する。ハンドバッグの一種。無駄を削った機能性を最大の特徴とする。元来はキャンプなどの際に水や氷を入れて運ぶことのできるキャンバスなどを使って、 制作された丈夫な布生地の大型で角張った手下袋をそう呼んでいた。後にファッション性を帯び、口が大きく開いたユニークな布製ベルトが持ち手から両面に2本ずつ縫い付けられたものをそう呼ぶようになった。1900年代になり、カバンの名称に使われるようになり、こうした形状のバッグの総称となった。現在ではトートバッグを専門にするブランドもあり、バリエーションが 様々に広がっている。ショッピングバッグとして利用されるトートバッグ史上初の本格的なトートバッグはアメリカのアウトドアブランドである LLBEEN が1944年に発売したボートバッグで前述通り水や氷を持ち運ぶことを主要な目的に開発された。電気冷蔵庫のなかった時代食品の低温保存目的に大きな氷を使っていた。そのために 重い氷塊を持ち運べる強靭なバッグが必要だった。生地はジーンズの2倍の重さのあるものを採用し、そのため外気を遮断し氷が溶けにくく、溶けた水もこぼれにくい特徴を有していた。これが野外で氷を使うキャンパーや海洋レジャーを楽しむ海の男たちの愛用品となり、トートバッグと呼ばれるようになると氷以外のものを運ぶのことにも活用されるようになり、 ファッション性を帯び女性のハンドバッグとしても一般化するようになった。キャンプ道具に過ぎなかったトートバッグを最初にファッションアイテムとして目をつけたのはアメリカの大学生だった。毎日大量の教科書やノートを持ち歩く彼らは頑丈で何でも自由に入れることのできる気軽で丈夫なトートバッグに着目した。彼らがトートを通学用に使い始めると 立ちまち東海岸地区の若者たちの間で大流行。日本も例外ではなく、IB ブームの定番アイテムとして人気化した。現在では、素材もレザーから、ナイロンから和紙まで、種類も増え、デザインも洗練され、ファッションアイテムの一つとして定着している。主に四角い形状をし、カバン上部のみが開口部となっており、その開口部は、 閉めることができない場合が多いが、ジッパーやボタン等で閉じることができるものもある。通常、丈夫なキャンバス生地や、きなり、ナイロン、なめし革などで作られる。内部が、ジッパーで部分に分けられたものもある。まちが深く、いろいろなものが入れられ、薄手のものは、折りたたんで小袋に入れ、携帯できる。近年、レジ袋削減及び環境保護のための、マイバッグとして使用されている。 A.B. ファッションプレス、トートバッグ、トトバムハット A.B.C. 土屋カバン製作所、市は、トートバッグ藤巻百貨店。藤巻百貨店。2020年9月8日閲覧。ありがとうございます。